女子トイレを覗く男子生徒を注意した男子生徒に対する担任教師の意味不明対応に保護者困惑がネットで話題。内容はこちら。ある学校の担任教師の意味不明対応に保護者が困惑しているようです。では瞑想ママさんのツイートより内容を見てみましょう。瞑想ママ。担任の先生と面談。先生、今日女子トイレを覗いている男子生徒がいて、息子さんがそのことを注意したそうなんです。すると注意された子が怒って息子さんを追いかけ回しました。息子さんには相手の気持ちを考えて注意しないように指導しました。え、息子側が指導されるの？覗いてた子は？こちらは面談の機会を利用して学級崩壊にどう対処してるのか聞いてるんだけど、なんで論点をそらすの？先生と会話が成立しないんですけど、私はどうしたらいいのですか？私の理解力では限界です。学校は加害者を守る体質でもあるのでしょうか？では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。推測するに、覗いた側の親はおそらくめんどくさい側の人間で、教師はひよったかなという感じかもですね。これは直で教育委員会に上申した方がいいのでは？教育委員会に直接相談案件ですね。校長では担任をかばって隠蔽でしょうから、学校が見て見ぬふりを指導するなら110番する時代なのかも。そうですね、旭川いじめ事件がいい例です。次はこちら。覗き行為は学校が警察に通報すべき事案で、担任の怠慢だと思います。毅然と注意できたお子様がどれほど嫌な思いをされたか。子が小学校の時全く同じことがあったな。他にも何度も何度も悪者を注意した生徒がなぜ注意されなければならないのか、理解不能ですよ。次はこちら。いじめっ子のいじめを止めると人の嫌がらせに関わるなって、嫌がらせは邪魔しちゃいけないらしい。どんな教えかな。教師は波風立てたくないってことしか眼中にない。変なの。なんで息子さんが悪いのかさっぱり。教師は何のために教師の道を選んだのか、今一度初心に帰ってほしいものです。最後はこちら。え、その場はどうなったんですか？なんだそれ、1ミリも理解できない。教育者として、人として、接し癖は治んないので、その子を転校させましょう。明らかに先生の発言はおかしい。この担任の先生は、はっきり言って教育者として失格です。結論。旭川いじめ事件で明るみになった学校や教師の隠蔽体質。すべての学校がそうではないとは思いますが、おそらく今回の学校もそのような体質なのでしょう。教師の過剰な労働負担なども問題にはなっていますが、それでも教育とは何なのか、そこが崩壊してしまっては学校の意味をなさないと思います。文科省は今の学校の体質を改善する必要性があるのではないでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。